はようございます。安全に焚き火をする、それから安全にきれいに後片付けをするということも今日は学びたいと思います。光と希望を与えるためにここに来る。人はこの世の中で最も弱い生き物である。さあ我が子たちよ、お前たちの世界に進みなさい。今世界は日の光によって大きく変わるのだ。手塚様の生まれた日は何月？11月3日である。どたじみ3、2、1ストップ。正解は丸の11月3日です。どこを選ぶんですか？最近やってなくて久々にやったので楽しかったです。キャンプファイヤーもいろいろ出し物をしたり歌ったりしたので楽しかったです。2泊3日で火の起こし方やご飯の炊き方などを書くので聞いてみました。イエーイ。